今日から内閣委員会始まりました。はい、内閣委員会の始めってどういうことをしていくんですか？7人の大臣から所信の表明を聞きました。23日ですね、はい、岸田総理が所信演説してましたけど、7大臣が演説されることと内容ってちょっと変わってきたりするんですかね？いや、総理の所信表明の中からずれることはありません。7大臣の所信演説の中で馬渕さんが今後審議していきたいなと思うような内容はどういうものですか？経済対策について、大臣述べられておりました。それぞれ所感が違うんですけれども、待ったなしということで急ぐんだっていうふうに言いましたが、これ岸田総理の時も感じましたけど遅いんですよね。6月21日に閉会して4ヶ月ほったらかしで今頃急ぐ、何言ってんですかね。本当に困っている人たちにどういう経済政策が必要かという議論をこの内閣委員会で正していきたいというふうに思います。